会津地方と首都圏を鉄道で結ぶという90年にわたる地元の願いが第三セクター方式により会津鬼怒川線として20年の歳月と313億の公費を投じ10月9日開通しました。東武鬼怒川線の終点新藤原駅が始発駅、2両編成の快速電車は30キロの距離を9つの駅を通って37分で走ります。18のトンネル、64の鉄橋があり、路線の 57% を占めています。沿線には温泉をはじめ、ダムや尾瀬、浦磐梯など観光地が目白押しです。終点の会津高原駅で国鉄と接続、将来は一本化の予定です。駅前もまだ未開発で、一軒開店した店が地元の土産を売っているだけ。立派な憩いの家も周りの田んぼの稲穂に押されている様子。ここ会津高原のある立岩村は人口2600人の過疎村。村の活性化に力を入れているのが大手会社と共同経営のスキー場。この冬に間に合うように拡張工事の真っ最中。地元の民宿もスキー客の倍増に期待すれば、新しく村民になってペンションを経営しようとすでに営業を始めた人もいます。この会津鬼怒川線の開通は産業にレジャーに沿線住民の生活を大きく変えていきそうです。